ございます、おはようございます、おはようございます、おはようございます。じゃあ1回戦第1試合始めます。タキャンとナルの試合が終わったところから、終わったところからですね、はい、まさかの見せられない試合だったということで、ロディバーズ誕生日ですからね、誕生日ですからね、はい、そういうこともあります。あ、じゃあ始めちゃってください。こっちじゃあクオセンレオとクリスティーネゴーダー、はい、クオセンレオ、いやーワンピガーゴーダー、ツーピガーコセンレオ、郵送がね、放送禁止を食らうとは思わなかったっていう、すごかったですね、まさかのタキャンとナルのね、ワイラー対決がなぜか放送でやっぱ乳首出しちゃってましたかね、ちょっと若干あったかもしれない。そうです、あ、まあ、出てるやめてください。ちょっとまたカットされちゃうかと。あ、大丈夫大丈夫、はい、ね、あの腕で隠れてますからね、大丈夫ですよ、大丈夫ですね、ギリギリ、チラッと見せちゃう。ジャニーズのバリのこの乳首力、なんだ乳首力って、追い打ちをかましていく。ロディの方はこれ大丈夫ですからね、ロディ隠してますからね、ちょっとイメージビデオ的に隠れてますからね。大丈夫ですね。あ、ちょっと見え、危ない、ピーン、タジキ、タジキ、さあ、挑発していく、こうやってズッキー浮かそうとしたが、ズッキーで浮かそうとするっておかしいな、久しぶりに一挙したらこれ、さあ、お互い赤く光って、さあ、どっちが誕生日なのかはっきりしろ、お前ら、蹴りを挟んで、パンチパンチ、おっと、ここで追い打ち行った、まだ分からなく、ここで終わり、逃げり、一本取り返す、さあ、ファイナルラウンド、どうなるんだ、さあ、ロディ。見せてくれ、あのトンファーキックを、トンファーなんて飾りだと、この蹴りが本命、あと浮かしてしっかりコンボ決めていく、この蹴り、誕生日じゃないですよ、フワジンさん、フハジンですか、浮かしてこれはコンボ決めきった、勝ったのはコセンレオ、おめでとう。いやー、コセンレオ君、無駄にやり込んでますね、アイランドとシンゴ、アイランドとシンゴ、あ、これ、ちょっと待って、次の試合、やばいですね。次もやばいですね、ここの方がいいくないですか、配信するの、どっちでもいいか、まあ、まあ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 いいか、まあまあまあ、じゃあ行きましょう、行きましょう、はい、じゃあアイランド信号行きましょう。てかね、多分ね、まだ来てないんだよね、この英語3文字の人が、あ、いた、あ、いた、おね、さっき見てねえなーと思ったんですけど、あ、じゃあ始めちゃってください。はい、1ピン側アイランド、2ピン側信号、さあ1ピン側アイランド選んでいくのは両サラドキ、そして2ピン側、今日も来たぞ、昔から好きでした、ロディバーツ使いのシンゴ登場。さあシンゴ、クソムーブを覚えてきたのか、あ、覚えてますね、これ完全にあのコンボだけは覚えてきてますね。さあここで、ここで追い打ちを使ったところにしっかりコンボ入れて、ここで追い打ち、トンファーで追い打ちしていくぞ。じゃあこれはやっぱ使うの、覇王将軍、これは削り死にか。じゃあ微分と暇人、微分さんと暇人、奥の台でお願いします。まずはアイランド通っていく、足払いでこかして、さあここの地味なこの足払いからのぶん殴り、寝ているやつはぶん殴れと両者で教わってきたのか。さあここでしっかりコンボを決めていく、できるぞシンゴ、いいですね、この明らかに本当クソムーブだけ覚えてきました感がいいですね。これをやっときゃいいんだろうとりあえずみたいな。さあ対するアイランド、しっかりと小揃えしてきましたと言ったが、その腕前どうか。さあ目の前でビルタップ扱ったところにしっかり最大反撃決めていく、なんかいいゲームっぽくなってきましたね。大丈夫ですか、さっきちょっと放送禁止になった一戦とは全く一戦を隠すこの立ち回り、パンチパンチから下段、ちょっとバーチャーっぽくなってきましたね。そういえば信号といえばバーチャープレイヤーでした。さあここで地味な前の取り方からガードして、さあ光ってますからね、一発が怖いですよ。さあここ浮かして、このヘリ、さあここでトンファー投げて、トンファー投げて牽制から追いかぶり足払い、ここで、ああ使ったところに、ここでリュウから、これは残るか、どうだ、ギリギリ残っていく、さあ追い打ち、勝ったのはアイランド。いやー熱い試合でしたね、まさかシンゴあそこから一気に持ってかれると、ありがとうございました。じゃあエンテと THR、 はい、エンテ対 THR 行きましょう。あれこれはリセットしないといけないのか、ご安心ください、ありましたね、最新技術がありますからね、最新技術、リセットがあります。さあ行きましょう、 1P 側今日も来てくれた THR、 そして 2P 側、なぜこのゲームをやり込んでしまったんだエンテ。さあ行きましょう、クレジット入ってる？あ、入れて入れて、あ、ビブンさん勝った、ピンクだっけ、
さあ行きましょう。さあ THR 使うのは当然今日誕生日のローディー。そして今日も現れたエンテイが使うが、漫画ゴールから登場、アクリオさん登場ですね。来ましたよ。さあ牽制、さあこのパンチの差し込みとコンボ精度、エンテイかなり研ぎ澄ましてきている。ここで浮かして、あーじゃあナルトイデア奥で、ナルトイデア奥、誕生日じゃなくても半分減るから強いんです。さあ THR 一本取られてしまった後がないぞ。ここで見せたいところ、リュウコの手にやり込んでいるのはお前だけじゃないんだ。さあここで下段に振っていたがそれもガードしていく。この牽制もしっかり使いこなしていくぞ。下段から見せて浮かしてからの、お若干コンボ安いか。さあ裏手の差し込み、お互い誕生日モード、この前この威力どうなっていく。足払いいいですね、これ相手の、あー浮かしてからのこのヘリ、若干安かったな。これでもこのヘリを見せていく。さあ蹴って蹴って、足払いからの足払い、足払いいったら足払いなんだよと THR ねじ込んでいった。さあ1-1、さすがだ。どうなる、さあ牽制技でもねダメージ 1.2 倍ですからね、強い。このちょっと浮かしてしっかりと切り替えていく。この技選択も非常に熱い。ガードして、さあこの牽制一発刺されると、あああれでもコンボつながっちゃうんですねと。さああっという間に4割ゲット。さあこのロバートどっからでも浮かしてくるぞ。あの裏剣とミドルキック当たったら皆さん要注意ですよ、半分持ってく合図ですからね。これでガードしたと、これはコンボ完走するといってしまった。決めていった、勝ったのはエンテ。いやーティークラさん惜しかったですね。ミスターリュウコの剣1回戦で落ちありがとうございました。じゃあフィンチと言い出しっぺ菊池、はいフィンチさんと菊池さん、さあミスター三電子と、ミスター三電子ついに登場、この企画言い出しっぺの菊池、さあいや勝った。1P がそれのがフィンチ、 2P 側ここで使っていく。あれワイラーが全滅した、ワイラーが全滅、残念、知らないところでワイラー全滅。光線レオとデブルドラゴン奥で、さあフィンチ、さあ菊池は今回も安定の誕生日じゃないからですね、最初だけ使ったかすみちゃん、今日もね迷ってましたけどやっぱり使い慣れたかすみで登場。さあロバート対かすみ、相変わらずみんな誕生日関係ないキャラクターとか好きなんだけど、最近あの普通にみんな対戦やってますからね。そうなんですよね、どうしちゃったんでしょうねみんなね、さあここでおっと長い挑発を続けていって、ここで昇竜で割っていく、特に無敵はなかったような気もするんですけどね、しっかりとおっとここで踏ませて当て身取っていく、これぞかすみ1点読み決めていった、勝ったのは菊池、おめでとう。じゃあここが今やってんのか、じゃあアイランド対エンテイ、おアイランドさんとエンテイさん、アイランドさん、おじゃんけんせんですね、ワンピース君決めていきましょうか、ワンピンに座るのがアイランドさんの両坂崎、ツーピンに座るのがエンテイさんのロバート・ガルシア、お流行対決、はいよおっしゃって、さあ、あ無敵の龍か最強の虎か、ついに来ましたね、来ましたね、夢の対決ついに実現、竹内力対龍長崎、白龍、白龍来てしまった、ついに激突、どっちが V シの帝王か決めてもらおうじゃないか、じゃあ龍は中野かな、さあどうなるんだ、オチニャンかな、お白龍が先手取ってくる、白いっていう段階でもちょっと、うん、それっぽいですからね、それっぽい、白いスーツとかこうね、白いパンツとかなかなか履かないですからねあれ上着の上着の上着はまあ全部白スーツなんですかね、もうね全部こう完全にやからですよ、やからあの胸元からの金のネックレス、アキラか白龍かみたいな、そうですね、あんなかなんでやるよそうですよね、そういう噂が立ってる、シャツがカラフルだったらちょっとプロゴルファーっぽくなりますよね、ああいうのね、さあ、くだらないこと言ってる間に、これで蹴りが刺さる、いいんじゃない、まずは取っていくエンテ、さあ、第2ロード、
さあロバート主役開幕で届く蹴りからもう半分持ってくってのがやばいよね。出したらねちょっといただけで半分減るからね。なんだ、あーそれこれ見せてほしいが、おいしい、安定コンボ、おいしい。さあアイランドさん頑張ってほしい。アイランド一発あるよ。さあ地上で中段を当てるんだ。アイランドさんもね片目非常にいいですね。ジャックさん、ジャックさんのこの片目。さあだが遠征が狙っているのは遠征さん硬いですね。バックナックル一戦しか狙っていないぞ遠征。これで浮かせばいいんだ。おっと出ました、さばき。時間30秒ないよ、こっからどんどん。お、なに渋い投げの後目の前でちょこんちょこんと。お、参加する。さあそれっぽい動きを見せていく。だがそれを全て打撃にする裏剣が待ってると。裏剣、裏剣入るとね、裏剣入るとちょっとね消費入りますからね、流配が。嘘です、残り10秒。リードしているのはさあ、いけんのか。あ、ここでしっかりと決めていく。おー、まあ、おいち決めていった。あ、デブルさん、さあ、いいゲームになってきたぞ。アイランド取り返していく。いいゲームなんですか。これいいゲームかな、実はかな、わかんないかな。これだけ見てればね、これがただ一つ言えることは、はいはい、エンテさんはクソゲーを狙っています。完全にクソゲー狙ってますから、2発目クソゲーが2発だっただけですからね。いやでもね、あのアイランドさんも一発ありますからね。ありますね。お、投げた。おいち、ここでさあ体力半分ないぞ。いいですね、あのちょっと出してるあの形勢が全部ね半分ですからね。隙がないですね。あ、ね、あこの蹴り。さあ遠征もモードを切り替えたか。おいちは入らない、おいちは出ない、おいちは起き上がり蹴りから、あーっとリュークランブいったが、ここはすれ違う翼だった。これは絶望的だ。さあここで龍神脚から狙っていく。おっとヒートモードから狙っていく。まだわからない、どうなる。さあパチパチ、キックガードして、さあ、あと一発当てればいいんだろうと。あ、ここで待っていたのは龍撃剣の削り。遠征勝利おめでとう。いや熱い試合でした、ありがとうございました。これいい勝負なんですか。そうですね、なんかもうこういうゲームじゃないんじゃないかな感が非常に強い。はいはい、あ、もう準決勝、はいはい、今向こうは何やってます。微分さんと菊池さん。あ、これも見たいですね。はいはい、微分対菊池をやってるんですね。じゃあ今遠征さん勝利です。じゃあ、準決勝いきましょうか。イデア対デブルドラゴン行きましょう。これはイデアデブルドラゴン、ワンピー側イデア、ツーピー側デブルドラゴン。あ、ガロボーさんが今ガロ2やってます。こっそりやり込んでいるのかイデア。そしてやり込んでいない。そしてデブルドラゴン。さあデブルドラゴンさんが、デブルドラゴンさんはこっそりではないです、かなりやってるのは知ってます。そうですね、やってますね。ワイラー相手に浮かしてコンボ決めることが生きがいっぽい動きしてるのは知ってます。さあ俺は勝ちたいだけなんだとデーブルドラゴンさんが。ただ立ち回りは普通ですね。そうですね、あっと残烈点外から重ね当て。さあイデアしっかりした立ち回りにしていきたいところ。時間が残り40秒。この三角飛びからとここで浮かしていく。上発上発冒険結構削るんですこのゲーム。さあデーブルドラゴン、さあこれはちょっと無理しない方がいいんじゃないかなと。さあイデアの気力がない。さあ逃げる逃げる、ここでやばい、あとしっかり削っていく。チョンニエリからの追い打ち、使ったところに回っていたのはギャランキック。起き上がりキックですね。デブルドラゴン1本取っていく。微分さんと菊池さんは微分さんの勝利。おお微分勝利、菊池すごい。今回も熊本から来てくれた菊池ありがとう。ダッシュ前蹴りから前パンチ から、うん、下段を狙って下段パンチ、バーチャバリの下段パンチ。おっとここで使ったところにしっかりと重ねて半角。さっきと同じ光景見ました。この前キック、そう使って、あーこれ痛い、パンチパンチ、これは痛いと確認。追い打ちも決めていく。あさあここは重ね当てが吸われてしまった。3度目の正直、デブドラゴン決勝進出おめでとうございます。さすがデブドラゴンさん。で、もう一方が、エンテイさんとビブンさん。あ、だめね。エンテイさん、はい、ビブンさんとです。ビブン行きましょう。はい、ワンピース座るのがビブンさんの、コシキさん。コシキさん。コシキさんって書いてある。バカですね、本当に、ね。2P に座るのがエンテイさんのロバート・ガルシア。はい、ハクリーって書いてありますよ、これ。ハクリー2人ともバカですね、本当にキャラ名も分かってないですね。そうですね。さあ、コシキ対ハクリー夢の対決、まさかの流行外伝で実現。さあ、ワンピー側コシキさんを使うのがビーブン、ツーピー側ハクリューさんを使うのがエンテイ。さあ、行きたいところ。
誰もカーマンコール使ってない。そうですね、カーマンコールさんは使ってないですね。やっぱちょっといろいろと問題が、ビブンさんいたのにね。カーマンコール使うコシキさん、どこがコシキさんなんでしょう。コシキさんもなんかわかんないですね。ビブンさんの難しいのことも超連続技みたいな、多分その日の気分なんでしょう。今日はちょっとコシキさんに当てにされたい気分みたいな。当てにされたい、ちょっと重ね当て食らいたい。 あ削りに死んじゃいますよ。当てにです。あー、下りでこれ言ったら冷え友人客さんも友人客です。さあ、コシキさんを使って負けるわけにはいかない。さあ、しかし白龍に勝てるのか。相手はどんな相手でもしのぎを狙ってくる男、なかなかね、戦うことはなさそうな2人ですからね。白龍さんとコシキさん。さあ、ここで、あれ後ろにある木が多分伝説の木ですね。あれ多分、あの下で戦ってるんですよ。ああ、伝説の木の下にいたけど、待っていたのはアクリルさんのビルトアッパーだった。ありがとうございました。振られましたね、コシさんに ね、今完全にね。ビルトアッパーです。ありがとうございました。じゃあ行きましょうか、決勝戦。デブルドラゴン対エンテ。決勝戦行きましょう。くしくも両バーサスロバートになりましたね。両対ロバートですか。誕生日とは一体何だったのか。ロディってやめてください、本当に。 THR さんなんですかこれ、うん、どうなってるんですか THR さん本当。はい、じゃあ準備ができ次第始めてください。 1P 側デブドラゴン、 2P 側エンテ。さあ決勝戦、誕生日キャラでもなければワイラーでもない。どうなってるんだ。あ、もう始めちゃっていいですよ。いいよ、どうぞどうぞ、いつでもおっしゃってください。爆発力のデブルさんと、手堅い攻めのエンテさんですね。さあ行きましょう。あれ、両ゲーなんですかこれ。両ゲーなのかこれ。あ、また伝説の木の前ですねこれね。さあ、みんな見守ってるよ。告白されるのか。はい、龍拳で。おお、ビルトアッパー。あれ無敵あるんですかね。すごいね今。ビルトアッパー。これはまさか。落としづらいんですけどね。よくバーチャの要素と疎通の要素を兼ね備えた全く新しい格ゲー。おっと龍、光拳。飛び込んで。さあ、ここ、この地味な牽制からクソみたいな中段ぶち込みたいところ、走ってってパンチ、オーラオーラと煽ってから、まだまだ大丈夫。おい、おいしい、これはこのコンボ、最後のサマーだけで2割くらい持っていくぞ。おっと、光拳、暗いにいってしまった。まともにヒットしてしまう。さあ、お互い誕生日。ああ、ここで逃げ切れなかった。おまさかの決勝アルティメット KO。 脱げたー、エンテー脱げたー、優勝おめでとうございます。いや、来たねー。あーと思った、そういえばそうだこのゲームと思って。あー、アルティメット KO、 いいゲーム、いいゲーム、じゃあ優勝したエンテーさんに。いやー、エンテーさん決めましたね、はい、アルティメット KO。 はい、じゃあ行きましょうか、はい、優勝した伝説のポケモンエンテーさんですよ。ありがとうございます。声は竹中直人だよ。はい、どうもありがとうございます。いや、最後ですかね、やっぱりね、あれね。いや、決めましたね。狙ってました。完全にパナしましたね。いや、もう完全にぶっぱでしたけど、完全にぶっぱなしでバックジャンプ吸いましたね。ね、もう当たったらいいかなぐらいな感じで。いや、もうすごかったです。そして当たった瞬間にパーンってね、服が脱げるっていう、そう、もうそれしか狙ってなかったんでね。もう脱がすことしか狙っていなかった。もう完全に変態の発言ですよこれね。大丈夫なんですかね。いや、これから先大丈夫ですかね。ね、先月の生誕祭もそうでしたけど、そうですね、このゲーム大丈夫でしたかね。若干空気読めてないかもしれないですね。若干ね。若干ね、若干ですよ。じゃあ若干若干、じゃあ今度のあさってのクソ KOF はちょっとロバート使わせてもらいますけど、はいはいはい、次回からちょっと誕生日のキャラ使うようにします。あ、いや全然いいんじゃないですか。宣言します。大体イーダッシュの菊池さんが毎回霞っていう、こう、そうなんですけどね。ちょっと俺はね、でもそれよりも、そんなことより、そんなことって言いました、そんなことよりも、はい、KM の野郎が来ないことの方が問題なんですよ。あのバカ野郎、ね、本当に。うざいんじゃない、本当によ、ね。KM さんもそうですよ。KM 見てるか、お前。お前だよ、お前のせいだ、この野郎。どういうことですか。まあ、来てもこの間殺したんですけどね。はい。いやいやいや、でもね、本当ね、はい、日頃からこう盛り上がって、エンテさんもかなりやってますからね、それが実った感じで。はい、2連覇ですか、今回。いや、ね、素晴らしい。とりあえず2ヶ月やらせていただきましたけど。もう若干ね、こういいゲームだと勘違いしそうな感じの。いや、いいゲームですよ。ね、そうですね、個人の感想です。俺はあれですよ、バーチャファイターと同じで左上昇で浮かせて、パンパンパンハイで、はいはい、同じじゃないですか。裏剣で浮かせてパンパンパンハイで、ね、同じ5割6割、ね、若干、ね、はい、ね、はい、
あ、いけない、バーチャ、はい、バーチャ警察が来ちゃうからちょっとこの辺でやめておきます。じゃあそんな感じで改めまして優勝したエテさんでした。はい、どうもありがとうございます。さあ、のじあい遊んでってねみたいな。視聴者のみんなもね、あの流行回転やろうよね、待ってるからね端から裏剣で浮かすつもりですね。いや、ありがとうございました。流行回転大会今月も盛り上がりましたね次回はなんか早かった気がするんだけど、あ、次回なんだっけ。8月2日日曜日です。8月2日もう来週、来週じゃん。次誰ですか、誕生日。次誰、はい、はい、両坂崎です。次は両坂崎の誕生日、はい、生誕祭、8月2日に行います、8月2日いろいろ大会ありますね。ガロースペの夏フェスで8大稼働と KOF クソ KOF の2日目と、あれ、それ、そん、あ、そうか、そう、いろんな大会が目白押し、クソ KOF と、誕生日と、そうです、夏フェスがあります。夏フェス、ソニックサマー、ソニックサマーがあります。ソニックサマー、というわけで、とてもいいゲームだったので、そうですね。あー、ガロスペになってる。というわけで、1台増やしましたガロスペ、どうぞやってってください。そうですね、ちょっと若干ガロスペ待ちの方がいっぱいいるんでね、ぜひこちらでも遊んでってくださいという感じで。はい、じゃあイベントの告知とかもやっちゃっていいのかな。何あります？とりあえず明日は M1 があるんですね。明日が M1 クライマックス、全日本プロレスジャイアントグラム、筋肉マンマッスルグランプリ2の2オン2、はいはい、これ明日もありますんでどうぞご自由にということで、はいはい、WWF のスーパースターズ、ガロスペを潰して絶賛稼働中。今絶賛稼働中、あれのせいなんだって、ガロスペが潰れて絶賛稼働中。あんなにガラスペ待ってる人がいるのに、これ誰もやって、ふざけんじゃないよ、このやろう。どうやってんだ、誰もやってない。どうなってんだ、このゲーセン。誰だ、この企画考えたやつ。誰だ、スルタツか、このやろう。スルタツ。スルタツ、このやろう。見てるか、スルタツ。見てるか、スルタツ。お前のせいだ、このやろう。ほら、今、こうなってんだ。赤川さん、ちょっと。ほら、あ、見ろ。ほら、誰もやってない。見えるか、これ。スルタツスルタツ、誰もやってない。お前、このやろスルタツ、何、マッドマックスを見に行ってる、うん、やろう、うん、なるほど。明日銀のスプレーだよ、ほんとに。悩んじゃないよ、ほんとに。よく死んだ、よく死んだっつって。まったくもう、ほんとに。で、それで、それが明日ですね。で、あさってが、あさってが、またあんの流行回転。いや、あれ、流行回転ゲームがこの日は来れるということで、そうです。ゲームプロデュース。実は、あさって、明後日も流行外伝大会やるんですよ、はい、やります。あとキングオブファイターズ外伝としてはクソ KOF 外伝として97もやります、はい、クソ KOF とクソ流行の剣を組み合わせた全く新しい大会をやらせていただきたいと思います。クレークソ KOF、 はい、はい、あとランバトで、リアルバード画廊伝説ですね。あとですね、その2つの、大会と、ランバトプラス12時からそうだ、D3D さんの魂を鎮める鎮魂祭をやりますので、はい、まあ、簡単です。新様の対戦会なんですけど、はい、2台全部フリップ、はい、そして終日、D3D さんが全ての金を持つということで、はい、フリー対戦会です。要はフリップは味方は回転から、6時までなんだけど、はいはいはい、それ以外の金も D3D さんが全部持つって言って、全部持つ持つって言って、その代わり片側をワンピガーがワンピガーを D3D さん固定です。あ、固定です、固定です。でも2台です、2台ですか。という感じでね、やっていきたいんで、ぜひ土曜日曜と味方遊びに来ていただければと思います。はい、というわけで、そんな感じかな。で、ね、月曜がスカルファングとウルフワングの配信、火曜日が、モイジャスと、スパツ X と、はい、スパツ X、 あ、そうだですね、やりますね、 X ですね、普通ですよ、普通に大会やります。そして、来週木曜日、皆さんお待ちかね、バーニングライバル来ましたね、多分もうそれ以降、長寿オリンピックまで動くことはまずないと思われますので、ぜひこの機会にバーニングライバルをやっていただきたいと。もうクソ練習が香り立ってますからね。もうダメですね、昨日の段階でこれは結構ちょっとスタミナ太郎で90分間食べ尽くした感ありますからね。完全にニンニクマシマシでしたね。マシマシでお腹いっぱいでしたからね。背脂もこってりでしたからね、やばかったですね。
今日早くも終わってる可能性のあるところ、ちょっとフェアさんにね責任取ってもらいつつ、ちょっとそのムーブに期待したいところですけど、まあ一番責任取ってほしいのはあれですけどね、ガロボーのガロ2ですけどね、個人超人ゴリンですか、超人ゴリンのね、ガロボーさんは帝にひどいことしたよね、あの流れでね、ガロ2ってマジで、マジでガロ2まだやんのって、真後ろにいるけど目の前でも言いますからね俺ガロボーの目の前で言いますからね、ほんとガロ2とか言って、そうですね、まあ今ねガロ2ミカドでも絶賛稼働中心、え、いや動いてる、動いてんの今、今マド側で動いてるんですよ、さっき銀さんいたから、うるせえよ、嘘つけよ、嘘つけよ、めっちゃ楽しかったっ、楽しかったのはガロボーさんだけです、みんなもうなんだよこのゲーム、もう二度とやんねえって思ってますから、やった人全員がこうもうけなして帰るというクソみたいなゲームかもしれない、わかるよね、個人の感想ですからね、個人の感想です、俺には合わないと、ノットフォーミーみたいな感じですからね、まあなんだか言うと俺やってるんですけどね、ガロー2はね、あの意外とやるならやりますけどね、いや大丈夫です、ただから言いませんでした、はい、というわけで、以上もちろんです、ね、配信の方をスルーさせていただきました、本当ありがとうございました、はい、じゃあ後日、はい、ぜひねガローデンススペシャル遊んでてください、スペシャル遊んでてください、スペシャル2はいいですよ、はい、うるせえな、もう超人ゴリン近くになったらどうせまた誰かがクソムーブだけ教えてたのフェアさんが言ってくるから大丈夫です、はい、お疲れ、はい、じゃあまた OK